こんににちは川田ですす朝会始めまま5月18日日火曜日になりましたこのコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。ということで、このね、学校をね、分かった人がいるんですよ。び,、まあ、びっくりでもないですけど、ああやっぱりおられるんだと思いましたですね。あの、ええ、なんか、そうなんですよ。相当事情に詳しい人でないと、 これ見ただけではわからない私は他の学校もですねたいこうい娘と一緒にこうあの受験に行った時にあの訪問したんですよねでまあその学校の特徴とかですねそ,このそれから寮でですね食事を親に親と子供で一緒に食べてで寮も訪問してですねえこんな活動をやってるとかこんな飯食ってるとかこんな規律があるとかそういうのをいちいちこうあの 見に行くんですよね、まあ、ずっと前の話ですけども。ということでですね、えっ、ー、と、個別銘柄つまんないんじゃないですか、皆さん。もう、上がってるものは、にぐった人はいいけども、次、買い場探すかもしれないけど、キャッシュ銘柄もそうですけど、ああいうのも下がったままあかんでしょう、しばらく。その中から、まあ、本物が出てくるというのが、相場の、まあ、情動なんですけども、あのまあ、私も含めてですね、えっ、ー、と、まあ、長期に持つ銘柄。 こういうのはまあじっと思っていればいいんですけども、そうでないハイフライングでですね、えー、どうしようかと思ってるやつはね、ねこれはまた後で言います。で、えー、つまらない、で、潮目と情報収集で投資の自力強化というのが今やるべきことではないかと思っております。で、えー、っと明日水曜日ですが、えー、っとジジさんとおダウ・ジョーンズさん、ダウ・ジョーンズか。 ダウジョーンズ社とそれからジジさんと SBI 証券さんで、えー、この企画をやりまして、えー、私がですね第2部で、えー、アナリストの井さんと対談いたしますでそれがあ放映っていうか動画がリリースされるのが明日土曜日、えー、水曜日の夜ですねまああのライブじゃなくてなんか昼に収録するそうですということでうご期待ということなんですけども僕はネタ少ないですからね でも、まあ、坂,井坂井さんの,あの外泊な知識とディープなインサイト、これをあのご覧いただくのがいいんじゃないですか。はい、それから今日十18日ですが、まあ、この動画をご覧になっ,てなった時点ではもう終わってるかもしれませんが、菊池本のです、ねえー、プレミアム会員向けの方の企画ですが、菊池本の読み合わせ会をやります。 まあ資料はもう用意しました。で最後にですね、えー、お楽しみということでですね、あの私のポートフォリオの管理方法だとか、それからですね、写真いくつか、海外旅行の写真も、それ何の関係あんのって、いや、そういうことなんですよ、いろいろもう、真羅万象、いろんなことに興味を持ってですね、あの投資に臨まんとあの、なんていうか、面白くないじゃないですかね、こういう時も含めて。ということです。 でえー、っと今日のトピックスはこんな感じでということで、これ、いつもと一緒なんですけど、あした、ストックボイスなんですよね。私は通常2週間刻み、週間1週間置いて、まあ、2週間にいっぺんなんですけども、なんか日,こう日の巡りでですね、あの今週は、今月はあの、ほら、えー、ゴールデンウィークがあったから、その第1週が出れなかったということで、先週、今週と連続して出ます。 それから、主要指数はこんなところでやっぱりナスダックの動き鈍いんですよね。まあ、そうは言い,いながら、ですね、まあ、これ、後でお見せしますが、日中、結構戻ったんですよね。で、これが SP500 のチャートですが、まあ、しっかりしてますよね。<laughs> で、これがほら、日中、ナスダックはこう下がって、引きにかけて戻った。 まあ高かったのは SP の11セクターの中で高かったのはエネルギー、素材と相変わらず景気回復関連、バリュー関連、うん、ということになります。それから、あこれはアナリストのアナリストコールではまあ目立ったのないよねっていう感じで決算、まあ、も終わりましたしねあの、はい、10年歳は昨日は1.651で若干高かったですか。 そうですね先週末が1.63ですから、はい、で、主要指数ですけど、まあ,あ、上がり始めたのが先週木曜日、ここら辺からですよね、木で金曜日にズドンと上がって、今日も今日はこうはよりが高くて、だらだらと、で最後に5は最後の2時間でまた上がっていると、まあ、先週、あの日の月曜版の朝会でですね、潮目でいけば、今週は横ばいだけど、しっかりと。 大崩れしないよっていうようなことを言っておいたんですがまあそれでいいんじゃないかなと思っております過去1ヶ月ではこんな感じで、えー、年初からはこんな感じで半導体がねこうやってダラダラダラと下がってきています <laughs> 過去1年で半導体はここにおります業種別ではやっぱりエネルギーが高いんですよねと素材も高いということですこれユーティリティが まあ金利が下がってる上がってる分だけこう下げ,下げてくるんですかねで1ヶ月で、えー、まあこんな感じもう情報技術とナスダック100はずっとダンベコが定着してますね最近は年初来でもこんな感じ過去1年でもこんな感じあこれはですねあのウッド銘柄ですねキャッシーウッドのアークの銘柄ですねまあ、えー、と金曜日に跳ねて今日も今日はダメですよねこれね こんな感じで過去6ヶ月だとこうなっておりまして皆様の,お,あのじお手元のですね投資金額なり基準価格とあの比べていただきますと、まあ、多分損されてるここ半年以内で買った人は損してる方が多いんではないかと単純に SP 買ってたのには勝ててない人が多いはずですよねはい、まあ、嫌み嫌味ですとかいや <laughs> であの昨日渡辺と箱田さんの えっと、対談が終わりまして、でその動画は今日かなあの、今朝もうアップされてる、これすぐにアップするはずです、それから今手元に、私の手元にですね、えっと、書き起こしのレポートもあ,のあります、それを今からチェックして、水曜日あたりでしょうか。で、話題はですね、イールドスプレッドって分かります株株利益を株価で割って ものがイールド株価利回りですよねそれからそれを10年債、まあ、1.6を引くと65を引くとどういう意味があるのかっていうのは、まあ、これ見ていただければいいんですけどもほら普通配当利回りとかいいじゃないですか配当利回りじゃなくて本来は株主っていうのは利益参加権がありますからあの企業の全部は株主にあのその時々には配りませんがあの 利益に対して請求参加権があるんですよねだからその,その利益1株利益と株価を1株利益を株価で割ればですね本来今期私はこの利益に対して請求権があるというその利回りと、えー、からです、ね、10年債の金利を引くと。 そうするとです、ね、その企業がです、ねえー、いわゆる金利、通常の国債、10年債金利に比べて、えーまあ、頑張って高いのか安いのかということですね、利回りが高くなるということはです、ね、PER がまあ割安になるということじゃなくて、金利が、えーまあ、そういうことですね、イールドスプレッドが高ければ株価は割安、早そ々うそう。 低ければ割高とととなるということですあのイールド、駅利回りはあの PER の逆数っていうんですかね。ということですで。今はですね、実はあのこの箱田理論ではですね、実はそれほど高くもないんですよね。ちょうど、あの特にハイフライングなんかあの下げてきた、それから利益が、企業業績がすごく良かったものですから。 言うほど割高ではないというようなことがレポートに書いてあります。それは、えー、レポートで、えー、これレポートはもう出てんのかな、えー？チェックしてください。それからあとこれはなんだあー？これは労働事情ですよね。それから半導体のこと、それからこれはこれも半導体のことですね。やっぱり半導体、それから景気回復、それからこういう業績企業業績のこと、これら辺を盛り込んでですね。あ。 あと証明でそれを占うという立て付けになっております。はい、で、実はこういう感じで、チラ見せのナスダック100はですね、き、まあ、今日が17日のマーケットでしたから、まあ、ここから先、こうなるか、こうなるか分かりませんけれども、まあ、しっかり私が言ってる感じはですね、これ見た感じで言ってるんですけども、まあ、そんな大崩れしないということです。えっと、それから、これが今週の予定ですね。 それから株価、まあ見ても面白くないけど、昨日はダウは16ベーシス上がったんですよね、これね。えー、そうですよね、えーあ。ごめんなさい、下がったんですね、えー。失礼しました。で、えー、っと、こんな感じですね。で、これがナスダック100です。テスラがまた安いということになっております。それから、あどうだ、コムキャストだとか、それから他には、 半導体は昨日半導体は、えー、とソックス指数が0.9%下落しております。それから 999J はこんな感じで、えー、私のポートはね、だめですね。えー、999J がここで999がここなんですけども、まあ、こういう MSCI とかこういうのもダメまあ一服してるっていう感じなんですよね。はい、ASML、これは半導体関連で、それからインティティブも、まあ、これ動,か動かないということになっております。 でこれがあの予備軍ですけども,もっとひどいですよね単純平均で2.38これはあの暗号資産関連がこうやって14%下げたとかですね、えー、マイクロストラテジーも6%も下げてるということでこういうところがきひ響いてますそれからこれがあの持ち銘柄の,、まああの過去5日間1か月間ナスダック100はここそれからナスダック100がここ年初来こんな感じです はい、でですね早速新聞、ちょっと新聞ね、これもだから新聞興味ない人は、えこれでブチということですね、でも、それまで、この最初の10分間もあんまり中身なかったですよね、で、えっと、月曜日の朝刊からいきますとね、これは富の返済、回復に危うさ、まあ要はこれ、えっと、所得の、所得間隔差が広がってるっていう記事です。で3面のの今日の言葉刑事回復まあ あのこのコロナを境にですね報われる人と報われない人があのはっきりしているというようなことですよね。で、9、え、面、っと、のですね廃車運転手は30歳以上というのはです、ね、でこれあの、シンガポールの事情なんですよね、シンガポールでですねこのギガエコノミーというのはいいんだけども、あの若い人は、ですね若い人がその運転手をやりますと、ですねあの長期的なキャリア構築が損なわれない。 損なわれるる可能性があるだから、配車の,の運転手は30歳以上にしろという、まあ、強権的なことが日本はなかなかこういうことはできないかもしれませんけどもシンガポールは私も住んでたことありますからわかりますがちょっとだけ分かりますが本当に、ね、あの西洋とそれから中国の、まあ、いいところをお、まあ、重ねてで、まあ、たくましく生き残るという都市国家。 僕がいたときは400数十万人の人口ですけど、今、600万人とか700万人いるって言うんでしたっけということです。それから、ですね、えー、とこの21面、なんで取り上げたかと,、えー、と、工業デザイナーの奥山さんという人、GM だとか、それからあの車のデザインをする人ですよね、あの日経には時々取り上げられてるんですけど、これはこれなんで私、これ取り上げたかというと、ですね、まあ、留学のお勧め、目を外に向けろ。 それからその海外とのネットワークが大事だというので日本,人これ日本人は議論し交渉し決断し仕事を成し遂げるのは本当に下手だと日本人同士でつるんでばかりで個人のコミュニケーション能力が低い名刺を交換しただけで仕事をしているような顔をしている社内の公用語も,も英語にした方がいいこう言われるとですねもうみんなもうめちゃくちゃあの嫌な気分するんですよね。でもまあ ただででしかもです、ね、この人は、ね、今、米国の市民権を取ろうかと、でこういうことを言う人を、ね、日経はなかなか、まあ、最初のここまではいいんですけどもあの米国の市民権を取ろうかというようなことを言う人はです、ね、なかなか本当は日経には出てこれなかったんですけどもわざと刺激的な言葉を載せているのかなと思いました。それからこの火曜日のの、えっと、のバイデン革命要はは、ねえっと、大きな政府の時代は終わり と、まあ、過去、まあ、レーガンが出てきてからですね言い続けてきたのに、ですねそれがあの劇的にかあの変わるんではないか、でバイデンはですねうまいことをやっ,てうまいことやってるっていうか、あの出,出だしがですねやっぱスムーズであの意外にこう,あのうまくいってるっていうようなことを言ってる記事ですね。なんで私はこういうのを読むかというところ、えっと、梶原さんだっけな。 あ菅野さん、菅野さんかなんですけど、あの絵語の絵語圏の新聞読むのをですね、これ,これ読むと読んだ気になるっていうことですね。大体向こうの要約を書いてますから、あの FT だウォールストリートジ,ジャーナルだっですね、それぐちゃぐちゃ読むのに時間があのセーブできるっていうのがありますですね。あと8面のですね、日米の銀行で稼ぐ力の差が拡大しているということで、まああのえっとあれこれと調べあの。えー 計測の仕方はですね、えー、総資産利益率ということで、まあ、あのバランスシートを使ってですねどんだけ業務純益ですか、これを稼いでるかってことになりますと、アメリカは、ですねアメリカの,あのメガバンク6校はですね平均で1%弱稼いでるんですけど、日本は0.3%かなんからしいんですよね、まあ、あの新聞、記事読んでいただければ分かります。でこれがずいぶん差があるねっていうことなんですよね。 で一方、アメリカはですね、えー、と貸し出し業務ではだめかも分かりませんけれども、その稼ぐのは、ですね、えーとまあ、金利環境もあるんですけども、も投資銀行業務で稼げるというようなことです。まあ、日本、M&A だとかですね IPO だとか、ですねそういうのが桁外れですもんね。あのだからまあ日本はそういうところがで、まあ、フリー、伝統的な貸し出し業務がまあ主だということなんでしょうね。これ変わらんですよこんなの、ね、あと このマイク名誉というのは、ですね今、ウェールズ・ファンゴにいるあの銀行アナリストなんですけども、この FT にですねかでかと記事が出てまして、それをですね瞬間湯沸かし機ならぬ翻訳機でちょっと訳して、あの私がまとめてみたものを後であので紹介したいと思います。あと、アジア株の通貨が何兆、特に台湾が下げてるんですか、これあの、プレミアム会員からご質問あったんで、それをちょっと触れたいと思います。ディズニー これはですね、えー、っと昨日か、昨のの日本時間では、もう発表されてましたですよね、されてましたですよね、あのディスカバリーによる AT&T のメデ,メディア部門、これの資産買収で合弁作るっていうんでしょ、で時価総額が17兆円といいますから、今日ディズニーもネットフリックスはちょっと、えー、っともう下げてますよね、やっぱり競争激化ということじゃないでしょうかね。 まあ本当ダイナミックなんですよね、えー、と今度買う資産はあれ CNN だとかあ,のあとはディスカバリーチャンネルこういうものはあるメディアですよね。でそれからですねこのクラフトハインツなんで取り上げたかというとまるでグローバル株っていうか日経も変わったなって日本株の,あの報道メディア記事の,あの記事のと横と同じ締めにですねクラフトカイハインツ。あの ウォーレン・バフェットを嫉妬してるって、まあ、あの嫉妬じゃないですよ、嫉妬してると、あの頑張れと、なんかね、この銘柄、ウォーレン・バフェットに買われたけど、あんまりパフォーマンスよくないですよね、ということです。あと15面の一目金庫、中国株に政治の季節、まあ、これを見ていただくと、本当にこんな凄まじいことが中国で起こってんだなと、まあ、中国通の人は当たり前じゃないか、お前、そんなのも知らないのかって言うかもしれないけど、じゃあ、あんた、本当にそんな場面にね、入れるんですか、入れないでしょう。 あのそなんかそのメディアでちょっと人よりたくさん文字読んだとかねじあの知ってるっちゅうだけですなあのいや僕は本当にそれはメディアで見ますけど実感としてはわかんないんですよね。 その中国人が本当に泡を飛ばしてそれから殺人まで死刑にしてしまうそういう激しさってその日本人にはやっぱり分からない性的をその死にまで追いやるっていうですねそういうところがの今の日本人には分からないまあつい最近5.15事件のことがあってずっとあのメディアでもテレビでもやってましたけどああいうことも日本には1932年ですかねあ,あったんですよね。 今、コロナ一つでも何も変わらんもんね。あのということで23、23年は経済教室は文明の衝突、まあ、文明の衝突といえばハンチントンですが、やっぱりこの文明の衝突っていうのは、日本人がやっぱりまだよ最も、まあ、あの疎い分野ではないかと思うんですよね。日本はどの文明にも属さない、固有の文明であるっていうのは、ハンチントンに言われてて、ヨーロッパではですね、あのまあ、欧州主要国のイスラム教徒に対する意識調査。 まあ非好意的か、好意的か、要はイスラムは嫌いか好きか嫌いかですよね。じゃあ、誰が言ってるの欧州主要国、まあ、要はキリスト教圏ですよね。でこういうふうにして、宗教対立にしてしまうと、まあ、日経新聞もなかなか書きにくいのかもしれませんが、これ、書いてるのは一つ橋の先生で、まあ、早い話、キリスト教対西洋自由主義圏対イスラムじゃなくて、キリスト教対イスラム教の一神教同士の争いだと。 いいうふううふに西洋の人は思ってるんじゃないでしょうかそれからね、これはどうでもいいんですけど、認知症、なんか国内で500万人以上いると、で65歳以上の4人に1人は、認知症か軽度認知障害、MSCI というらしいです。これ見て、いや、なんでここでって、いや、我が身を振り返ってですね、あのえー、そうなんだ、俺って認知症か、軽度認知障害なんじゃないかと。まあ、自分では気づかかかなないかもかないももわんけども 人から見るとですね、はっきりそう思っている人が、もしそう思っておられる方はですね、あのね私の動画にですねあの、ご忠告いただくと、あのそれをもとにですね、またあの番組構成なり、今後の進退についてもですね、考えたいと思います。はい、それから、さっき言ったですね、バンクあのウェルズファームのマイク名誉、この人はですね、非常に高名なあのアナリストでして、 えとこの前が、えー、CLSA かな、それから UBS にはいなかったか、あのこういう銀行あの、証券会社を渡り歩いてるあの一流のアナリストです。で、ここで言ってるのは、ですね、えー、と今後10年間で20万人の雇用を削減する可能性があると。でこれはあ の FT のあれ見るとあの記事見ますとですね、えー、トップ20バンクでですねメガ6個ですかプラス14個ぐらいなんですかこれでざっくりですねアメリカは140 150, 150万人弱いるんですよね。 日本は銀行業界全体でどうですか、30万人ぐらいって言われてるんですか、都銀が大体6、7万ぐらい、どこまでで本体だけなのか、どこまで含めてるのか分かりませんけども、あの銀行全体で30万人ぐらいかな、アメリカはだからやっぱりでかい、多いんですよね。で、書いてるのは、決済や融資のビジネスをテクノロジーやノンバンクの金融機関が切り,切り崩していく、この脅威は一年で、この1年で強まっておりです、ね、人員削減が必要になっていると、名誉は述べていますと。 でよりこのコロナが分かったのは、まあ、銀行は存在,存在感を維持するためにはです、ねえーと、テクノロジーやノンバンえー、よ,りこより多くのコンピューターとより少ない人員で生産性を高めると、なければならないということですよね。で、もし私が自分の子供にアドバイスするとしたら、金融業界には入らない方がいいだろうと言うでしょうねということなんですよね。 でテクノロジーと顧客,クライアントに顧客やクライアントに接する仕事だけがおそらく成長する分野だと。 いうことでもまあ日本はね日本人はね頭で分かってもねそうはならないんですよあの若い人の一部はですね銀行は行かないとか有能でも行かないとか言うんですけどもあのお父さんお母さん頭のカチンコチンの人はですね子供にはねあのお前ねとか言うていう感じでブランドのある銀行に行かせながらそれから本人もねあのどうせ受験で通ってきたような人はですねまあ従順な人多いですからねあのはい。でですね私と えとダ,ダイヤモンド、この、ね、ビューンっていうね月間400円かなんかじゃ,じゃないかと思うんですけど、これでですね随分遊べるっていうか、あのたくさん本、あの雑誌読めるんですよ、その中にあの達人のですねポートフォリオが出てまして、えーとまあ、400円でこれ買えば見れますから、大物投資家の運用先を徹底分析ということで、まあ、共通項はアップルっていうような書き方してましたね、まあ、そうでもないと思うんですけど、まあ、文章にそう書いてたんですよね。 それからですね、94ページに、ですね、免っという名前を読むらしいですね、免城博さん。あの元あの、えっとえっと、どこだっけ、理工じゃなくて、コニカミノルタの技術者だった人がシリコンバレーに1991年かなんかにいつから居ついて、ですね、えーまあ、毎週ダイヤモンドに変えてるんですけど、日本は戦時コロナ体制になれない日本と、コロナ戦時体制になれない日本と。 あと、機能法と演益法、機能法は経験から導き出された、まあ、日,本日本の企業は最も得意なと、演益法は仮説を立て、それを検証、それが最も不得意で、まあ、私も含めてね、そうですね、でプレミアム会員から、投えー投で購入えー、証券で,とで購入の投資を少しずつ、まあ、川田社長のです、ね、アドバイスです、ね、売却して、SP500 と999に移行中だと。 でただし、前に私はこの方にです、ね、いい成績を出す答申もあるので、一気に売却せずに時間をかけて売却したらっていうようなことを言ったらです、ね、今持っているのは、えーっと、ニコアセットのです、ね、ビッグデータ新興国、小型株ファンドがあると、で、えー、こんだけ儲かってるけど、どうしましょうかってです、まあ、要はです、ね、これ、台湾株とかあの韓国株なんですよね。だかかららどうしたらいいかって、まあ あとはトルコリラの割引債が来年100万円の損が出るからそれと合わせ切りというで、まあ、そういう話をしてたんですね。で見,て見てみたらですね基準価格がこうであのよく上がってるんですよね。ただ 台湾の、ET、で、今言った台湾、韓国のこういう銘柄を買ってると、残高がね35億円しかなくて、ですね私はこの方に言ったんですけども、35億円しかないと営業マンもですね早く売らせて、で他のものに乗り換えて手数料を稼ぎたがる人が多いと思いますから、あのまあ、その手には乗らないようにということを言ってたんですけども、まあ、ゆっくり言っていけゃいいんじゃないですかね。あのこれが台湾の ETF MSCI 台湾 ETF なんですけども、過去5年で結構、あのほらコロナをうまく,うたうまくあの乗り切ったとか、ですねそれから半導体ということで、ですね40ドルが28ドル、それがまあ60何ドルまでなって、今、56ドルということなんですよね。多分この基準価格もですねこういうやつとほぼ一緒だと思いますよ。あのえー、でこれが過去1年であの 38ドルが66ドルにまでなってる56ドルと。まあ、だから別にこのファンド買わなくてもいいんですけど、どうしても買ってしまうわけですよね。まあ、それはいいんですが。ということでですね、えー、まあここまでかあ。ごめんなさい、失礼しました。ということで、今日は菊池盆をやります。午後2時からです。それではどうも失礼します。ありがとうございました。これよく分かりましたですよね。分かる人いるんだと思って。 まあ若干あのびっくりでもないんですけども、やっぱり日本にはそういう方おられるんだと思いますね。はいどうも失礼します